そんなのあんの？マジで？そんなパターンあったんだ。はい、どうも皆さん、こんにちは。動画ブックです。この動画再生していただきありがとうございます。この動画アニメリアクション動画となっております。今回とお使いの本編をご覧いただき一緒に再生してお楽しみください。というわけで今回は汎用のヤシャ姫第5話、こちらを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回もね、また新たな謎というか、いろいろ気になる部分が大いに出てきてですね、前回までのというか、まあ、汎用のヤシャ姫の前の犬ヤシャというね、まあ、作品と比べても、かなり、ミステリーが多いというか、謎が多い作品に今回の作品はなってるんですけども、前回のね、第4話のリアクション動画でも、冒頭に3話まで見た中で気になる点などね、メモした形で挙げさせていただいたんですが、前回の第4話でまた気になった部分がかなりいくつかありますので、そちらまたこちらでも紹介させていただきたいと思っております。まあ、前回のね4話で気になった部分としてはですね、まず麒麟丸という敵の存在が判明しまして、この麒麟丸という敵、まあ、当然まだ出てきてはいないんですが、前回の、まあ、現代世界において、まあ、英語の先生として出てきたキャラクターがですね、まあ、麒麟という文字が、まあ、違う漢字なんですが入ってるキャラクターが出てきました。まあ、さらにね、演じている声優さんを考えると、まあ、このキャラ、まあ、この麒麟という漢字がつく先生に関しては今後も重要なポイントになってくるんじゃないかなっていうのが考えられます。あとはね、刹那が夢の胡蝶が今回、自分の過去の記憶をなくすってお話だったんですが、まあ、その夢の胡蝶らしきものが、時代樹の中の凛の周りを飛んでるってことを考えると、この凛と刹那に関してはこの胡蝶がかなり関係してくるのかなと思っております。あとは麒麟丸と摂政丸が目指している同じ道っていうのは何なのかっていうのと、まあ、摂政丸がしてしまった不始末っていうのが何なのか、あとはトアと刹那というね、摂政摂政丸と多分リンの子供の名前ですね、まあ、白髪で摂政丸の血を色濃く継いでるような外見のトアと、まあ、黒髪でね、どっちかっていうとリンちゃんの血がまあ色濃く出てるのかなっていう、この名前が刹那っていうことで、もともとね、摂政丸が妖怪で、リンが人間っていうことでね、まあ、妖怪と人間で考えれば当然寿命も全く違うわけで、まあ、その二人が仮に結ばれたとして、まあ、一緒にいられる時間はねそんなに長くないんだなっていう部分を考えると、ちょっとねこの二人の名前もなんか意味があるというかね、少し悲しく聞こえてしまうのは気のせいなのでしょうかっていうところですね。で、もともとこのアニメ、汎用のヤシャ姫に関しては、PR 動画が作られてまして、その PR 動画の中のフレーズとして、とはお願い、刹那に生きるって言葉が入ってるんですよ。まあ、ここから推察するにね、汎用のヤシャ姫に関しては、もしかしたら、まあ、とは刹那、モロハっていうね、女の子たち3人の成長物語ってだけではなくて、裏テーマとしてね、やはり、摂政丸とリンの恋愛模様というか、そういったものにフォーカスしたお話になってるのかなっていうのが考えられますね。というわけで、前回の第4話についてもですね、いろいろと気になる点が多くあったわけで、前回3話までね気になった部分プラス今回の第4話までね気になった部分を足すと、まあいっぱい気になる部分があるんですけども、まあ、そこら辺が今回の第5話含めですね、これ以降どういった形で描かれるのか、皆さんと気にしながら楽しんで見ていきたいなと思っております。というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオオンデマンド使って一緒にお楽しみください。それではスタートです。さあ始まったよ。冒頭から、人間同士の争いね。いや、けどこれ出てくるんじゃないか？もう。ほら。懐かしの犬夜叉の中の敵キャラの息子か娘か。息子なんだ。じゃこつまる。声を聞くと女の人っぽいけど。けど息子って書いてあったね。えぐい、えぐいぜ。だから結構今回やっぱ犬夜叉のキャラクター、過去のキャラクターの中のまたその血縁とかっていうのもちらほら出てくるお話の作りになってんのかもしれないですね。でさっき息子って紹介だったんだけど、声聞いてる限りは女性っぽいんだけどな。そんなことないのかな。今回もうみんな出てくるキャラクターが女の子になってるから、敵側もそういう風な作りになっててもおかしくないと思うんだよな。あえてなんか息子って名乗ってる感じじゃなくて、予想って。
どうなんだろう。ただ日本のアニメは普通にね、男のキャラも女性のキャラ、声優さんが演じることもあるから、わかんないっすね。犬夜叉とかはどこ行っちゃったの今。そこら辺もわかんないしな。虹色真珠もまだまだ謎が多いし、そもそもこの3色しかないのかもわからないし、マジで今回の、まあ、この犬夜叉の続編は前回までよりも相当謎が多く作られてる気がする。赤骨御殿、あれこっからか、また結構戻っちゃったんじゃない話。これ来たところでしょ。だよね。刹那はあれだよね。琥珀とかに対してはものすごい信頼持ってるね。とわちゃん、絶対戻れるから。メイとも約束してるし。出た！これ。前も出てたよね。誰？何者？覗いてるのは。まだ出てこないか。あ、出てきた！司教の一人。司教っていうくらいだから4人いるんじゃない？四天王的な。これ、麒麟丸の部下なのかな？何者だろう？ちょっと今回は直接、対決はなさそうな感じはするけど。つけていくのね。屍屋。がめついね、お金。で、こっちは何を調べてるのかな？ああ、胡蝶ね。乗ってるのかな？あ、乗ってる。早速ヒント。あれ？ちょっと、とわちゃん無視。あなたの大事な記憶のことなのに。いやいや、虫取り扱い。自分の記憶だよ。うわ、えぐー。し、やだ、あんなの。昔、あれだよね。確か、お姉さんが戦ってさ、紅白の。その、そうそう、平骨をさ、壊されてたよね。これ！これこれ！あったよ。大丈夫かな？ちょっと浮かれてない？とわちゃん。浮き足立ってるように見えるけど。まあ確かに、殺生丸を考えれば、こんなにキャッキャしたキャラになるとは思わないよね。さすが現代で育っただけあるわ。あ、キララ。いや、あなた結構心配ですけど。浮かれております。浮かれております。切な厳しい。ここで売ってるのね、物を。なんでそんなお金にこだわってんだろうね。あれ、この人結構オープニングでも出てきてないっけ？え、借金何したの？そんな話あったっけ？今まで。片
肩代わり、え、何があったんだろう。飲み妖怪、飲み妖怪なんてあった、あれ妖怪じゃない。来たペチってやられるから。吸われてる吸われてる。来た来た。しかも安くね、一問って。あ、頭骨。お、そんなに段違いになってたの。手付金ってことは、だよね。だよね。やばいじゃん。竹千代、あ、こだぬき妖怪。え、チョッパーの声じゃない今の。かわよ。ああ、何か知ってるわけね、こういう人。これはもう知ってるんですか、竹千代。いいパートナーだね。あ、くしくも3人ここで揃うわけだ。緊張感がないね。そうか、刹那は眠気がね。ああ、現代社会からね、来たらそうだろうね。人の骨？ああ。いやいやいや、すごい量。もののけを恐れないなんて。何したの？ああ、やば。めちゃくちゃ強いじゃん。倒し方がえげつないんだよな。お、さすがに。ああ、よっしゃよっしゃ。いいよ。どこ行っちゃったの？逃げたのか？出た！甘い！甘いぞ！あー、あと追ってけば的なね。罠なんじゃない？ちょっと。いいね。これはこれでいいね。いいじゃん。いいじゃん。竹千代もいいキャラしてるじゃん。あ、揃った。え、これで第一話になるのかな？屋敷っぽいし。そんなことないか。まだ。あ、来た来た。金一貫ってどれくらいなんだろう。そう、他の司教、他の司教、はよ見たいわ。だよなーって言ってるところ見ると、モロハは司教に関しては全然知ってるんだね。あ、全然第1話じゃないわ。これがジャコツマルの根城なんだね。初対面なわけだね、トワとはね、もちろんだけど。
もう俺ミョウガジーはね、ランマのお父さんに聞こえちゃってしょうがないんだよね。ほうほうほう。出たー。やっぱりそういうつながりだったわけだ。モロハの顔。立派。そんな無茶をするタイプじゃないんだね、じゃあ。結構妖怪としては、あれ、判別というか分別がある人なんじゃない？そう、そんな感じのニヤリだったよ、さっきの。もう、刹那は夢の胡蝶に対してあんまりあれだね、興味ない感じ。え？なんで？あ！あれじゃん。え？なに？じゃあ、モロハはこんな形で真珠手に入れたんだ。幼少期から持ってたわけじゃないんだね。なるほど。ああ、本当だね。なんか真珠は、人を選んでんのかと思ったけど、そんな巡り合わせだったんだ。おのずとね。驚愕。ははは。まだ分かってなかったわけね。いやー、結局そういう運命なわけだ。いや、そのノリで倒せる相手かな。来た。え？なんだ？どういうお出迎え？いや、俺はトワちゃんだと思う。いや、妖怪だよ、相手。わかるかな、そんなの。大丈夫か？なんかノリが心配になっちゃうわ、モロハの。罠、やっぱり罠じゃん。こう、やばいじゃん。まだ、復活してるじゃん。まあ、なかなか悪どい商売してるからね。これは部が悪いんじゃないか。現代人が入っております。もう思ってた通りの形になってきたわ。まとまらないね、三人が。突っ走るモロハと、なんとか何もせずいさめようとするトワと、もうやっちゃうしかないもんね、こうなったら。
それを聞いてどう思う？やっちゃいますか。意外と簡単にやっちゃいましたね。いや、それがさ、じゃこつまるみたいな、こういう感じだったらどうなの？人型っぽい。とわちゃん、できるの？大丈夫か？お？何今の？何よ、あんた。ああ、そういうこと。カゴメの娘だからね。ガミョン、ガミョン。まあ、ある種最強で。こうなってくると、モロハっていう名前の由来も気になるよね。冒頭にトワとセツナの名前もあれだったけど。お、何する気だろう。え？何？何？え？何？変身キャラなの？え？魔法少女的な感じ？そんなのあんの？マジで？ええー、そんなパターンあったんだ。やば。吸ってる吸ってる。やばいじゃん。どれほど強くなったんだろう。いや、表情も一変したね。すごいなんか、もののけっぽくなった顔が。しかもさ、使った技聞きました今。犬夜叉と一緒ですよ。てか、簡単にやっつけたね。やばいやばい。やばいやばい。何これちょっとモロハちゃん口だけじゃないねやっぱり。え、もう終わり？早いぞ。ウルトラマンより早いぞ。例えが現代史。ってことはさ、刹那とトアもさ、何かさ、ゆくゆくできるんじゃない？持ってるわけだし、虹色真珠。絶対何かしら、あるよね。そうだね。なんだ？何これ？超かっこいいんだけど。なるほど、決め技で決め台詞だったわけね。そんな成仏させてあげる技まであったわけ？素晴らしい。通じてあったわけね、そのホラガイみたいなので。あ、そうだった。賞金。そんなのあったね。もう乗せる価値なしと。本当に起きないんだね。それね。
なるほど、弥勒の旅の僧侶っていう言い方すると、やっぱり関わってないんだね、弥勒は。この永遠と刹那とかの幼少期から。全然気づかなかった、俺。弥勒様の技だってことに。ちょっと待って、もう今回もまたいろいろ出てきちゃったけど。いや、モロハは何の借金をしてるの、そもそも。そして司教っていう存在が新たに出てきて、結局それが麒麟丸に繋がってて、結果ジャコーツ丸倒したことによって司教の部下を倒したわけじゃん。だからまあ結局もう麒麟丸の部下たちからもうこの三人は目をつけられるから、まあゆくゆくその司教たちだったり、まあ、麒麟丸たちとの対立は避けられない状況になってくるんじゃないかな。まあ、そしたら、おのずとお父さんも出てくるじゃん、摂政丸も。まあ、その時にどうなるかだよね。で、さらに、モロハが使ったあの技、あれ、なんで、あ、虹色真珠を手に入れてから、まあ多分間もないと思うんだけど、どういった形であれが使えるようになったんだろうね。プラス、虹色真珠で愛用効果があるんだとすれば、まあ、とわと刹那もそういったものが使えるんだろうね。まあそれがもしかしたらもうあの目が光ってる状態のことを指してるのかな。いや、ちょっとわからない。まあ、今回に関しては、特に物語としてね、前回までの中の謎がどれか解決したってことはなかったんですけど、まあ、むしろ増えたっていうだけなのかもしれないんですが、まあ、時代樹の精霊からね、頼まれた案件突っぱねてたんですけど、結局、まあ、ジャコツ丸をね、倒すことによって、まあ、麒麟丸とか、まあ、摂政丸と敵対する形になってくるのかなっていう、そういう構図が見えた、まあ、今回エピソードだったかなというふうに思っております。もともとね、時代樹の精霊に対しての、まあ、依頼に関しては、モロハはそんなにね、まあ、そんなにどころか乗り気だったわけで、まあ、なんでね、借金してるかわからないんですけども、まあ、結果的に彼女にとってはね、すごいいい方向に話は転がってまして、まあ、この先ね、この選択が、どういった物語になってくるのか、そこら辺皆さんと一緒に楽しみながらですね、今まで明かされてきた、謎に関しての回答かなんかを皆さんと見つけながら一緒に楽しんで見ていけたらなと思っております。というわけで、今回のエピソードに対するコメントだったりリアクションに対するコメントをお待ちしております。以上、動画の2つがお送りしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。